コンクリート礎石作りブロック重量が稼げることから、重しにも重宝される。コンクリートブロックとは、コンクリートで作られた、型会状の資材のこと。建築、土木資材の一つ。工業製品として企画化されており、どこでも簡単に入手でき、かつ、思考管理もコンクリートを、自家打ちするよりも簡単であることから、広く、一般に普及している。 景観対策として用いられる、表面を加工した化粧ブロックなども含まれる。競技には、空洞コンクリートブロックと呼ばれる製品を呼び、その類似品である、建築用資材として、宅地の外壁などに用いられる材料を指すことが多いが、講義では、道路工事や、河川工事で用いられる積みブロックバりブロックや、海岸工事に用いられる消波ブロックなども含まれる。 建築用コンクリートブロックブロック塀に用いられるデザイン性や風通しを重視したもの、コンクリートブロックを用いた壁の製作組石像の材料として水平、垂直方向に規則的に並べて積み上げて用いる。ただし、水平方向の外力に弱いという欠点がある。コンクリートブロックの断面を見ると角の取れた区形もしくは、 円形の穴が開いている。この穴を用いて、鉄筋を通すモルタルを充填する、などの方法で、構造的に強化することができる。コンクリート礎石作りブロックで建設された建物。明治時代中期、初代、浅野総一郎が、浅野セメント、東京工場事務所を、コンクリートブロックで建築しており、これが、日本で最初に使用されたものだと言われている。 第二次世界大戦後、焼け野原になった都心を復興させるために、簡易で高い不燃性を有する素材が必要となったことから、コンクリートブロックが注目された。アメリカ合衆国からブロック製造機が輸入され、工場で規格化されたブロックの大量生産が始まると、芝叩く間に全国へ普及した。日本でも、 技術開発が進み、特に建築家の中村賃が開発した中村式鉄筋コンクリートブロックによる建物は1921年から彼の亡くなる1933年にかけて全国で119件が建築されている。このブロックは特徴ある L 字型のものであり、彼の名前にちなんで賃ブロックと称されている。国産品の出現もあり、 企画が乱立する恐れが出たため、早くも1952年には実主企画化されている。ビル内部の間仕切りから一般住宅のブロック塀など本格的な建築資材として、またホームセンターなどで容易に入手できることから、園芸用品など手軽な資材として幅広く使われる。土木工事現場でコンクリートブロックという場合は上記の建築用資材ではなく、 道路斜面や河川の護岸部を覆う材料として用いられるものを指すことが多い。一般に用いられるものは石垣などの材料である建築石の代替品として製造されている建築ブロックと呼ばれるもので斜面の前面に組み合わせて積んで裏に生コンクリートを打設して設置される。河川護岸用に用いられるものについては1997年の 河川法の改正に伴い、水際の生物などに配慮した製品が多く、用いられるようになった。これは、ブロック前面の空洞に、周辺の土砂や石を詰め、流水による菓子の侵食防止など、護岸の機能を発揮しつつ、土砂による菓子と同様の生態系や、植生の保護、育成を期待する製品となっている。特定建設資材に指定されている。ありがとうございます。